さあ、それでは、火曜日でございます。皆さんお疲れ様でございます。市場場大臣だ、行きたいと思います。その前に缶のパイ来てます。さあ、お疲れ様です。ゴールデンウィーク5月2日缶のパイ、今日はお友達が来ております。まさこではございません。おつもお疲れ様でございます。5月2日うまい。今日は、西武新宿線の野方駅のすぐ近くにある後輩がやってる、お笑いをやめた後輩がやってる、まずそばのお店へ行ってまいりまして、缶のパイしてまいりましたので、その模様もご覧ください。今日は後輩の野方の駅の近くにある六五郎で昼飲みでございます。缶のパイ、はい、缶のパイ、ご近所さんと来ました。いただきます。妻です。いただきます。おい、うまい。早むのが楽しいからね。じゃあ大将、お会いそうで。早い。ジョッキごちそうさまでした。ジョッキだけ借りてね。はい、2杯目でございます。ジョッキね。ヒエヒエ、シャリシャリ、最高。完璧、いただきました。煮卵、ありがとうございます。うん、ね、これ大人になってよかった。ハイナバー、こんな感じでございました。おつの体様でさ、ぜひね、ご近所の方は食べに行ってください。美味しいです。もう昼飲みしてまいりましたので、生ビール2つのハイボール3杯5杯飲んで、で今日はですね、目白にある田中屋さんっていう、もう本当にもうウイスキーとかラムとか洋酒たくさん、まあ国産のね、お酒も置いてあるんですけど、すごいところに一度以前行ったことあるんですけど、そこに行ってウイスキーを大量に買ってまいりましたので、また今週どっかでウイスキー特集をやりたいと思います。さあ、早速 NHK マイルカップ3歳、ボバヒンバでございますね。どうなるんでしょうか。馬体がね、やっぱいいんですよ。まあ、先週ですよね、これ。まずね、先週ジャスティン・パレスおめでとう、ルメちゃん。はい、さあ行きますよ。これね、やっぱ数年前の馬体とはちょっと違いますね。まず4頭大盤振る舞い、エーヤン、まあ、この名前で買いたくなるようなね。そしてドルチェモア、ドルチェモア、カルロベローチェと須貝厩舎2頭ですね。はい、バーンと、はい、みんな筋肉いいです。みんなどうでしょうか。皆さんが見てもおーおーおー、その中で筋肉はいいけど雰囲気、日差しはみんな一緒ですね。はい、さあ、そのまずこの2頭から大盤振る舞い、はい、筋肉豊富でございます。名前トモトモ、なんかここちょっと印がついてますが、分かりにくいかな。これいいっすね。このヨロっていうんですけど、ここヨロからこうやってね、でお尻の外輪からここに割れてる筋肉なんですけど、この幅があればあるほど素晴らしいですよね。うん、かっこいい体ですが、まだ緩い感じはします。うん、緩い感じはします。しっかりとね、あばらもうっすら見えてて絞れてるような感じはしますが、いいですね。そしてエーヤンも毛艶もいいですね。毛艶いいですね。その中で若干肩周り首に力が入ってる、こういう感じですね。はい、エーヤンシルバーステートとかディープですね。いや、でも悪くないんですよ。悪くないっていうかね、みんないいんですよ。ほとんどがいいんですよ。
これ見といてくださいね。さあ、そしてドルチェモアスね、旧車、これ立ち方からして重心からしていいですよね。このトモも素晴らしいですよね。トモヨロ、はい、うん、いいですね。ケズヤ内からパンとしてる感じしますね。そして同じ旧車、はい、こちら比べてみてください。若干その張りの違いは感じると思いますけど、こちらもトモが素晴らしいですね。トモ素晴らしい、うん、肩の筋肉も素晴らしい。若干ドルチェモアに比べたら足短い感じなんですけども、いいですね。いい馬ばっかりだな。さあ、続きまして次のページ4頭、ダノンタッチダウン、ウンブライル、クルゼイロドスルー、シングザットソング、はい、これだと、まあ、はっきりと雰囲気が変わってくるんじゃないですかね。牝馬2頭います。下2頭、はい、上オス馬でございます。うん、これデムちゃん持ってきますね。南十字星って意味ですね、ポルトガル語、ポルトガル語で、はい、こんな感じです。はい、光の加減が若干、真上なのかな、真正面っていう感じなんですけども、ああ、いいですね。トモ、あばらがうっすら出てますので、きっちり、この馬休み明けの方が走るらしいので詰めて使うよね、うん、さあ、そしてその下シングザットソング、はい、牝馬で挑戦です。桜花賞から挑戦ですが、はい、うん、骨格はしっかりしてますが、若干なんかまだ緩いとか太いっていう感じはしますよね。これね、難しいのは光がこっちから顔側から当たってるんで、若干当たってるので、ケズヤがちょっと光っちゃってる感じですよね。うん、悪くはないですけど、そこまで、牝馬だったらって思うんですけど、挑戦してきましたね、ボーバにね。はい、そしてダノンタッ、その前にこっち行きましょう。ウンブライル、はい、木村厩舎の馬なので、いつもケズヤ、このやっぱね、扉の前がね、映りがいいんですよ。うん、ちゃんと出来上がってます、出来上がってますが、牝馬っていう感じしますね。うん、首、若干首のあたりに銭形っぽい感じで、それか冬毛が残ってるのが夏毛になってきたのか、そんな感じなんですけど、うん、そこまで重っていう感じはしないですけど、バネはありそうですね。そして、続きましてダノンタッチダウン、サツキショウ18着からの距離短縮なんですけど、前走ババのめってだとね、うん、ババ悪くて最後レースしてなかったです。カード実況追ってなかったです。で、距離短縮で、来ましたが、ダービーじゃなくてこっち来ました。トモはいいんです。トモから上半身に向かって、なんかバランスがいまいち、まだ弱なのかなっていうね、力が発揮できない、能力はあるけど力が発揮できないような雰囲気です。私買いません、もうこの段階で言っておきます。買いません、そんな感じですね。若干身を取りますね。ダノンタチダウン人気になったら、これ逆にオッズ的には美味しいですけど、僕は買わないです。来ない方にかけます。さあ、そしてあと6頭、まず3頭ですね。卵ブラック対セッションオールパルフェ、はい、天気のいい日、曇りの日ってありますが、まず卵ブラック対、はい、こちら筋骨隆々です。大名富士みたいな、やっぱ短距離型ですよね。いいんですよ。でもやっぱ使ってきたレースからして、やっぱ1002、1004の馬じゃないかなと思ったりします。さあ、続きましてこちらセッション、おお、これあんまり見たことない体型なんですよね。ごついんですよ。だからパワータイプなんですね。雨降って重馬場以上になったら面白そうですよ。前走も重馬場だったんですけど、そこからさらにいいと、うっすらね、銭形が出てるような感じです。ちょっと胴が詰まってる感じがしますが、こんなトモあんまり見たことないです。ここお尻の外角からこの内の筋肉の幅が相当です。この馬ちょっと面白いですね。でも前走の疲れが、アーリントン組は前走の疲れがあるんじゃないかなと私は読んでるんですね。そして王のジョッキのロールパルフェ、リアルスティールの腰に似てますね。うん、この辺のトモはいいです。ケズヤもいいです。これも若干前気味から、光が当たってるんですけども、王のジョッキ曰く左回りの方がコーナリングがスムーズだと。で、スピードも出るらしいですね。うん、悪くないです。
穴っぽいですよね。はい、続きまして正門シャンパンからユリーシャ。はあ、正門もいい体はしております。曇りの日なので輝きはないですが、いいとも、いい胸前しておりますね。うっすら、ともはいいです。とにかくいいです。うっすらあばらが出てます。そしてシャンパンカラー、こちらもね、ともいいんだよな。うん、ちょっとね、このともの感じはちょっとサリオスっぽいです。この感じサリオスっぽいです。うん、いいですよ。これも自分の得意とするレースじゃないですけど、前走ね3着に来ておりますからね、面白いです。今回逃げたい馬、前に行きたい馬が結構いるのでね、どうなるか、枠が出てからですね。そしてね、ちょっと密かに私狙ってるし、ユリーシャ、牝馬なんです。牝馬だったらちょっとこの馬を狙ってたんですが、うん、いいともはしてますが、どうだろうな。ユリーシャ悪くはないと思うんですけど、ちょっとこれだとな、おーっていう感じはしないですけど、あ、でも牝馬っぽくはないか。うん、シャンパンカラーよりなんかでかく見える感じがしますよね。うん、そんな感じですね。さあ、この中でケズヤから立ち方からいろいろ見てって、これがナンバーワンじゃないですかね。これがナンバーワンじゃないですかね。ドルチェモア、ドルチェモア、はい、前走は逃げて途中絡まれて失速した感じですけど、最後まで頑張ってましたよね。この馬がこの写真の中では一番いい感じはします。ただ、うん、枠展開ですよね。うん、首差しから全部いいな。うん、いい、ドルチェモアいいですね。あゆさんの子か、あゆさんの子。うん、だから前走がなぜなんだっていう感じの巻き方だったんですよね。まあこれが本番になったんでしょうね。うん、無理をさせなかったのかもしれませんけど、これが一番馬体診断では横ざんす。ということで皆さん、おつのお疲れ様でございます。これからウーバーイーツでタイ料理がやってまいりますので、ちょっと普段競馬をやらない、方にこの写真どう思うか見てもらいます。この4頭だったらどれがいいですか。ドルチェモアです。ドルチェモア、あ、ドルチェモアがいいらしいです。おお、この4頭だったらですよ。おお、いいじゃないですか。こういうのいいですよ。私当たってないですからね。でもこの何か、あ、何がいいんですか。何がいいですか。馬体のツヤと筋肉、ツヤと筋肉がいい。普段馬やらないですよね。でもじゃあこの4頭だとどれですか。この4頭だと、でもドルチェモア以上はないですよね。わ、うん、かりました。じゃあこのちょっと細かいですけど、この6頭からは、この6頭、あ、いいなっていう直感ですからね。これ大事ですから。シャンパンカラー、あらあらあら、あ、こちら、これ絶対買いましょう。ドルチェモアとシャンパンカラーのワイディは買いましょう。いや、でもこれ大事なんですよ。来たらだっていいですよ。おう、シャンパンカラーの7番人気、8番人気から10番人気ぐらいの間だと思うんですけど、じゃあそれを絡めながら買いましょうか。いいですね。うん、それは遊びで買いましょう。枠次第ですけど。ただ NHK マイルカップってやっぱ好き。ピンクカメオが来た時、内田博之ジョッキーが、ドロンコババでしたよね。不良ババ。あれすごいですね。あれ、いくらついたんでしたっけ ?1000 万以上つきましたよね。3連単。確か。900万か。あれ、村正の妖刀だ。ああいうレースになってほしいけどな。だから3歳なので、何が来るかわかりませんので。で基本私は前走のアーリントンカップ組は重馬も走ったので、ちょっとこれ買うのやめようかななんて思ったりもしております。うん、だからそんなの関係なしに凌駕しちゃうような馬もいると思うんですけども、まあ、セッションはダンのジョッキーが一段上がったっていうんですよ、前走より。うん、トモが使えるようになってきたっていうんですよ。だからそのトモ、強烈な友してるんですよ、これ。
なかなかこのトーンないんですよ。上のたまもブラックタイもおいいトモはしてるんですが、このトモいいんですよ。前行って粘る可能性あるんです。 NHK マイルカップは前に行って粘り残りありますので、そんなのも加味しながら考えたいと思います。このセッション、これダートパンってだけど強いな。土日雨降る可能性もありますからね。はい、ということで、そんな感じでございます。皆さん、おつの軽さまでございます。テスト。